スノーマン、メグロレン、ラウールとイタリアミラノで会合、さっきまで一緒にいました。スノーマンのメグロレンさん、26、が現地時間13日、イタリアミラノで開催された、フェンディ2024から25年秋冬メンズコレクションに出席。現地で顔を合わせたというメンバーのラウールさん、20、との裏話を明かしました。今回のコレクションは、職人へのリスペクトをテーマに開催され、世界各地のセレブリティが参加。ミラノコレクションを初めて鑑賞したメグロさんは、すごく刺激的な時間を過ごさせてもらったなって。今後の自分の活力になるような素敵なショーでした、と感想を述べました。また、ミラノでセレブリティにお会いされましたか?と聞かれると、メンバーのラウールっていうセレブリティに会いまして、わら、と冗談交じりに回答。ラウールさんも別のブランドのコレクションに招待され、同じくミラノを訪れていたそうで、メグロさんは、昨日の夜にミラノに着いて、僕が部屋に着いたらすぐにラウールが僕の部屋に来て、と、状況を明かしました。さらに、明日のショーだったり、このミラノに対して、お互い頑張ろうね、って話をして、バイバイ、ってして朝起きたらまたラウールが俺の部屋に来て、さっきまで一緒にいました、と、仲睦まじい様子を笑顔で話しました。